橋間線は、え木ら駅から新橋間駅までを結ぶ名古屋鉄道の鉄道路線。全線が、岐阜県橋間市内を走行する。正式名称は、開業時より、橋間線だが、開業後しばらくは、橋間新線とも称されていた。JR 在来線、私鉄等が乗り入れていなかった東海道新幹線の、岐阜橋間駅へのアクセス路線として、 竹花線えぎら駅から分岐する形で建設された終点の新橋島駅が岐阜橋島駅に隣接している。橋島線はおおむねえぎら駅を南向きに出てから西へ大きくカーブして南側から新橋島駅に到着するような線形になっている。後に竹花線のえぎら駅以南廃止により分岐が解消され、竹花線のほぼ全列車が当線に直通するようになった。 名古屋本線、竹花線経由で、岐阜市の名鉄岐阜駅と新橋前駅の間を直通する列車もある。ただ、岐阜市方面から新幹線に乗車する際は、名古屋駅の方が比較的便利である。名鉄岐阜駅から新橋前駅へは、所要時間約30分だが、JR 岐阜駅から名古屋駅へは、東海道本線の特別快速、新快速、快速、 区間快速で所要時間、約20分、かつ本数も、比較的多い。また、名古屋駅が1時間に10本前後の新幹線、全列車が停車する主要駅で、東京駅や新大阪駅など他の主要駅に、最速で着く、望みにも乗車できるのに対し、岐阜羽島駅に停車する、新幹線列車は1時間に2本程度で、望みはすべて通過する。 そのため、はしま線は新幹線へのアクセスよりも地元の通勤通学客の利用が多いとされる。運賃計算区分は C。全駅でマニカなどの交通系 IC カード全国総合利用サービス対応カードの利用ができる。なお、鉄道要欄による起点は、えぎら駅だが、列車運行及び旅客案内、列車番号の設定においては、新橋し駅から、 えぎら駅へ向かう列車が下り、逆方向が上りとなっている。新線であるため、キロほどで算出された運賃に加えて、別途30円の加算運賃が徴収される。新幹線岐阜羽島駅と岐阜市内とを連絡する、目的で建設された、羽島線だが、元は、近鉄の羽島、岐阜進出に対抗するためでもあった。近鉄は、 養老線から岐阜への延伸計画を応用した大垣市と岐阜羽島駅を結ぶ新線を1961年に発表、将来的には岐阜市内への延伸を視野に入れていた。一方、名鉄は岐阜市内と羽島、大垣、養老を結ぶモノレールを構想しており、近鉄の動きを察知して計画の具体化を進めた。モノレール構想では、 長良橋駅から新岐阜、宇佐と至り、宇佐から分岐して橋間及び大垣、養老へと伸ばすルートが考えられていたが、これとは別に普通鉄道で連絡する竹花線、江平駅から岐阜橋間に至るルートが、橋間新線として計画され、1963年5月に免許を取得した。他方、近鉄の計画は、橋間新線の認可によって、申請見送りとなった。 モノレール構想も1970年代までは、養老ながら線の名称で、橋間新線と並存していたが未成に終わった。また、岐阜市も岐阜市中心部岐阜橋間駅間に、都市モノレールを整備する計画を立てたが、1975年に、計画凍結を表明した。こうして、岐阜橋間駅と岐阜市内を結ぶ路線は、橋間新線一本に絞られた。 当初は1964年の岐阜橋間駅開業に合わせて建設される予定だったが、新駅開業に伴って沿線の開発が計画されていたため、名鉄の用地買収と自治体の開発が競合して交渉が難航した。また、名鉄自身も豊田新線、千田新線、瀬戸線改良といった計画を同時進行させており、 それらと比べて優先度が低かった橋間新線の建設は遅延する一方だった。結果、橋間新線は免許取得から12年後に着工、建設に7年の歳月を要し、1982年12月11日になってようやく開業した。名古屋本線名鉄岐阜駅には、橋間線直通接続列車の専用発車表がある。 すべて竹花線と直通し、15分間隔で運行されている。朝晩の列車は、名古屋本線名鉄岐阜駅と直通しており、名鉄岐阜駅笠松駅間が急行で、竹花線、橋間線内では普通列車となり、各駅に停車する。ただし2021年5月22日ダイヤ改正時点では、新橋間駅基準で、名鉄岐阜駅行の列車は、 休日の夜の夜本しかない駅新橋間駅とも交換設備のない無人駅であり、竹花線の橋間市役所前駅まで一閉塞で一本の列車しか入線できない。新橋間駅での夜間大白はなく、平日23時32分ぎはそのまま、橋間市役所前駅まで改装され、5時台の始発列車は、 名鉄岐阜発新橋前駅急行がそのまま折り返しとなる。竹花線部分配市前の2001年9月30日までは、朝、夕などの一部時間帯に新橋前発橋巻市、役所前行きの短距離の急行が運転されていた。この列車は、橋巻市役所前駅へ到着後は折り返して、普通大水域として運行されていた。 これは、大須発新岐阜駅が運転されている一部の時間帯で、その後の車両を確保する目的で運転されていたものである。この時間帯に新八島駅から新岐阜駅へ向かう場合は、終点の橋島市役所前駅で乗り換える必要があったが、新岐阜駅の列車が、橋島市役所前駅を出発した直後に、橋島市役所前駅へ到着する列車もあり、 この場合は新橋島駅で次に発車する列車に乗り換えるしかなかった。ぎら駅を出るとすぐに高架に上がり、終点の新橋島駅まで高架区間となっているため、踏切はぎら駅付近にしか存在しない。ABCD 徳田光一、名古屋鉄道混弱、府市長、パノラマカーの鉱石交通新聞社、交通新聞社新書、2017年8月、210ページ。 ISBN 978から43億30819174。清水 2009P121、鉄気動量格運賃、料金等の改定について名古屋鉄道。 https://www.meitesu.co.jp コロンススララッッシシュュスラッシュプロフィールスラッシュニューススラッシュ2019スラッシュアイクスファイルズアフィールドファイル2019-09-05リリース19905分解 PDF2019 年10月6日閲覧 ABC 森口2001 p 9 7ハット a b 中村 1995p267 名古屋鉄道名古屋鉄道の原生鉄道ピクトリアル第246巻電気車研究会1971年1月10ページ abc 中村 1995p268 清水 2009p114 トランパス15駅に導入、名鉄、14日から、交通新聞、P1、ありがとうございます。